えー、今日の話は笑顔で光って輝いてという小林聖冠さんの本の中から生きることに力を入れなくてもいいという話です、えー、作曲家の中西玲さんが声のハ、えー、れるやという曲の中にこのような歌詞を書いていますハれるや花が散ってもハれるや風のせいじゃない桜の季節になると天気予報でこのような話をすることがあります 桜の花が満開で見ごろになっていますしかし今晩から雨が降り散ってしまうかもしれません、まあ、このことから桜が散るのは雨や風のせいと思い込んでいるかもしれませんが雨が降ったり風が吹かなかったらこの桜は散らなかったのでしょうか桜は風が吹こうが雨が降ろうが関係なく自分の意思で散っています散る桜残る桜も散る桜これは両官王将が残した句です 遼寒和尚と中西玲さんが到達した結論は桜が自分の意志で散っているということです桜の花が夏まで咲いていることはありません雨や風がなくても自分の意志で散りますそれがいつかを桜が決めているだけです病気に立ち向かって克服したら長生きする立ち向かなければ廃人するという西洋医学で教えられています しかし、治療をすること、しないこと、死ぬことさえもすべてが,べてが生まれる前に自分が書いた品折り用どおりらしいのです。人間の一生は自分で決めているようですが、実は生まれる前に決まっているようなのです。そうすると生きることに力を入れなくてもいいということに気づきます。お任せをして、えー、お任せをして委ねて生きていくと。それだけで、えー、面白そうですと。 山川光也さんは生まれ変わりについてこう言って語っていますこのように偶然はありません精神世界のことを勉強し始めると必ずこの言葉に出会います僕はこの言葉が大好きです君とこうして出会ったのは偶然ではないんだよねというように使いますから偶然でないのなら必然それは運命ということになりますすると運命は決まっているんだろうかと考えてしまいます 日本人はそのことをご縁があってお会いしたとか袖すり合うも多少の縁という言葉で表してきました。ご縁を大切にという言葉は本当に意味深いいい言葉だなと思います。人は決して偶然出会うことではないということを我々はみんな昔から知っています。そして私たちはみんな何か必ず目的があって出会っているわけです。では生まれる前から運命は決まっているんでしょうか。はい、僕はそう思っています。 そう思うと抵抗しないで全てを受け入れられるようになります。抵抗しないということは、まあ委ねるということにもありますね。抵抗をやめると、起こったことは起こったり起るようになっていたんだから、すべてそのままありがたく受け入れようということになります。じゃあ、今日。